横溝静史館は山梨県山梨市にある山梨市立の博物館。推理作家の横溝静史が晩年まで執筆の場に使用していた東京都世田谷区成城の自宅敷地内にあった木造平屋を移築し公開したものである。この建物は1955年頃に建てられたもので、静史がなくなる1981年まで書斎兼執筆場所として使用された。 その後25年間使われることなく放置され、老朽化が進み解体することとなりかけたが、建物の保存を願う関係者により、地区管理場所を探すこととなった。横溝家と親しい山梨市出身の出版関係者の尽力により、同志が受け入れることが決まり、2006年5月、横溝正氏の長男、横溝良一より、同家屋が自筆原稿等と共に、 山梨市に寄贈移築され、公開された。移築場所は、同市の笛吹川フルーツ公園に隣接しており、甲府盆地を見下ろす、展望の良い山の中原にある。横溝聖子と山梨は、直接的な関係はなかったが、呼吸器疾患による、天地療養のため、東京から長野県城諏訪温泉への往来に、中央本線を利用した際、極度の乗り物恐怖症であった聖子は、 幾度か、山梨市駅で途中下車をし、笛吹川付近を散策したと言われている。木造平屋建て約20坪の館内には、執筆をした書斎がそのまま保存されており、室内には、江戸川乱歩から送られた自筆の書簡が掲げられている。また、八墓村、犬神家の一族、獄門島などの自筆原稿、愛用の品なども展示されている。 休館日が多いので注意が必要である。山梨市、横溝静止館設置及び管理条例、横溝静止館案内リーフレットより、ありがとうございます。